じゃあ俺決めたわ。雨宮さんがヘッドバンキングしたら、それ1回つき、雨宮さんのお尻10回叩くわ。ビーレーレー、いやー、せつなけいすけよ。前回からさ、マッサージされる相手の体勢がさ、変わってきとんよな。あとマッサージする場所もさ、バリエーションが増えてきてさ、ここの顧客資料にもお客さんの情報がだんだん増えてきてさ、もう体だけでなくて心の方とか、もうもっと細かいところ、深いところまでケアしていくようになってきとんよな。前回からこの辺のさ、メモがどんどん変化していく様子ってもちょっと面白いところがある。お客のことを知るのも大事なこと。さて、そんなわけで31日まであるっていうのはまだ11日やけんさ、今後どんな展開になっていくかっていうのがすごい楽しみな状況なんですけど、今回も今日お客さんを待ちましょう。さあ今日は誰だ。あつしくん。おお、ゆきしろさん、最近よく来てくれますね。来店率高いな。ゆきしろさん、今日って予約されてましたっけ。予約はしてないけど、あつしくんにマッサージしてもらって。ダメだった。もう予約なしでフラッと来るタイプのお客さんだったやな。もう来たかったら来るみたいな、もう感情に、もう心に動かされるタイプなんやな。そういう人いいですよね。そんなことないですよ。とっても嬉しいです。でも本当にお店で出会って来てくれるなんて、そういうさ、気持ちでなんか思い立ったら即行動の人ってさ、あれだろ、漫画とかをジャケ買いとかするタイプの人だろ。ちょっと散財しがちな人かもしれないな、この人。意外とだって、あつしくんのこと体が覚えちゃってるか。やっぱ俺のマッサージで体に覚えさせてしまった。体に分からせてしまったんじゃ。発言だけ聞いた。すごいエッチなこと言ってるぞあんた。アゼッとしてるわ。あつしくん。発言危ないよ。自覚してないよこの人自体が。すいません。ちょっとぼーっとしていました。あら大変。熱でもあるんじゃない？あんたのせいだよ。近づくな。ちょ、ゆきしろさん。熱はないみたい。でも気をつけないとね。働きすぎてもダメなんだから。おかんムーブを見せてくる。ビートリフレの母やな。この人ビートリフレの母やな。これ。そうですね。そういうことだから。今日のお夕飯は私が作ってあげるわね。え？さすがビートリフレの母。主人公多分一人暮らしだろうしさ、ろくな食事取ってないんじゃないかなっていう偏見があるからな。で、マジで手料理得意そうな人。これでさ、ゆきしろさんが出してきたのがさ、なんか、何これ炭みたいな感じのもん出てきたらどうしようかなって思うけどさ、そんなことないだろ、さすがに。何がそういうことなんですか？ダメ？そうね。じゃあ、こうしましょう。この人もめっちゃ交換条件出してくるやん。私があつしくんのお世話をするときは、私の代わりにあつしくんが何かしてくれる。これでどう？謎の…なんか夫婦間で取り決めようみたいになってる。そんな代わりなんて言わなくても、ゆきしろさんにはお世話になっていますし、何でもしますよ。それってマッサージも入ってるの？そうですね。じゃあ今からマッサージしてもらおうかな。もちろんお夕飯のことは私に任せて。わかりました。お願いね。なし崩しに言われてる。あ、イージーでもさん、ノーマルでもさん、まあイージーで行くんですけどね。じゃあ今日はどっち？よろしくね。もうあつしくんのマッサージがうつ伏せに戻ったな。さあ癖なんですね。はい、気に入っていただけたみたいでよかったです。今日も頑張ります。あつしくん、なんか緊張してる？かわいいわね。わあ、おねしょたに向いとる人なんよなこの人。かわいいわねって。別に俺しょたではないんやけどさ。はいはい、BGM もおしゃれ、曲がおしゃれやな。
イージーとは言えてもちょっと難しいな、感じが。同時に押すことが多いな、妙に。あ、無理だ。はい、どうですか、痛いところがあったら教えてくださいね。大丈夫よ、すっごく気持ちいい。そりゃこの人さ、下半身に疲れが溜まってるみたいなこと言うけど、下半身でなくてね、今回そんな感じがするんやけど。けど後ろから見てさ、この胸が大きすぎて膨らみがわかるっていうもんさ、見ようってええもんですよね。おっぱいでかすぎる人ってさ、後ろから見てもさ、背中からはみ出しとるけどさ、すごい甘いだ。はいはいはい、どうですか、痛いところがあったら教えてくださいね。大丈夫よ、すっごく気持ちいいよ。癖になっちゃいそう。いや、マッサージされて涙出とんわさ、癖になるどころじゃないよお前。もう俺のマッサージなしでは生きていけないみたいな感じになるんじゃないの。わけあってさ、遠くに引っ越すことになったらさ、ラメ行かないでって言ってくれるかもしれんな、抱きつかれて。あなたのマッサージなしじゃもう生きていけないの、私のこと一生押し続けて。すごいな、人生でそこまで言ってくれる人に出会えるかって言ったらさ、出会えずに一生終える人だっておるだろうな。そう考えたらさ、過保護やな、アツシ。はい、よいしょ。ちょっとしょうもないミスがちょいちょいあったけどな。それでもランク S。 ありがとう、アツシくん。はい、すごい気持ちよかったわ。私からもちゃんとお礼しなくちゃダメね。どんなお礼をしてくれるんですか。どんなお礼ですか。ご奉仕ってやつですか。筆下ろしってやつですか。施術室。今日もとってもよかったわ、ありがとう。いえいえ、毎度ありがとうございます。いえ、それでね。はい、あつしくんにお願いがあるの。何ですか、マッサージ以外にお願い。え、なんでしょう。もっと気持ちいいことをしたいの。私が私じゃなくなっちゃうぐらい。なんで私が私じゃなくなっちゃうぐらいってなんだお前。あなたがあなたでなくなる、それは良くないことだ。自分を見失った人間から終わるんやで。え、いやそれって漠然としたんやな、それそもそも。もっとさ、分かりやすい言い方してください。どうにかしてほしいのってさ、もっと分かりやすい言葉で言ってほしいんやけど。いろんな捉え方できるよ、その言い方じゃお前。あと、エッチな捉え方になってしまうんよ、どうしても。アツシ君、私を気持ちよくしてくれるのは、あなただから、お願い。からかわないでくださいよ。主人にそっくり。主人、おら結婚しとんじゃないか。おわ、結婚しとんじゃないか。結婚してない人にそんなこと言っちゃあかんって。え、旦那さん。ごめんなさい、聞こえちゃったのね。分からせに言ったような感じだったじゃんお前。私の主人もね、よくアツシ君みたいな反応をしてたなって。あれか、思い出したの。男の人をからかって楽しむちょっと S な人なんか、この人してたってことは、そのあつし君の考えている通りよ。すいません、本当に気にしないで。主人もいなくなって、あつし君も離れていっちゃったら私寂しいわ。あ、
主人って元っていうか離婚というよりは多分早めにいなくなってしまった感じなんかな。あ、それでシングルになっとんか今。ああ、そういう感じね。あ、だからちょっとさ気持ちよくしてくれるアツシのことを求めとるっていうか寂しいやな。だから今まで通りでお願い。あ、そうか、ちょっと寂しいところがあるんじゃ、ゆきちろさん。あ、そういうさ寂しさを癒すっていうもマッサージ師の腕の見せ所かもしれませんね。そういうことか。わかりました。じゃあ今日のお夕飯は私が作ってあげるわね。ええ話変わりすぎですよ。ちょっと最近はちょっとゆきしろさんそんな過去があったんじゃって思っとったところなのにさ、それ台無しにするかのごとく。楽しみにしててね。ワンちゃん俺旦那になれるな、この人だったら。ワンちゃん俺この人旦那になれるな。ゆきしろさんね、旦那さんって仲が合ってたんだ。知らなかった。きっと気持ちの整理とかで大変なのに僕のお世話でまでしてくれたなんて。いつまでもお世話になるわけにもいかないし、いい加減僕も家事ができるようにならないと。お客さんを待つとするかな。ああ、そういう感じなんじゃ。おっと、今回5個のパターン、5個もあるパターンじゃ。さあ今回はおお、天宮ちゃん、しかもおめえら、いきなりロックな状態で入ってきたね。そのちょっと白目になってるところちょっと見慣れてきたね。え、いらっしゃいませ。テンション高いですね。当たり前だろ、ライブの後だからな。ああ、ライブで使えとんじゃ今。なんじゃなんじゃ騒がしいのは。モミジじゃねえか。俺の武勇伝を聞かせてやるぜ。ギャー出たのじゃ。師匠にとってはもうなんかトラウマなところあるんか。おいこら待てよ。待てよ待てよ。キムタク出てきた。お孫だな、あやつを止めるのじゃ。わしのプリティーな体を持て遊ぶ気じゃ。え、あんよ、止めるって言っても体当たりでもなんでもいいのじゃ。わしが逃げる時間を作るのじゃ。やった。天宮さん落ち着いてください。落ち着きましたか。はい、すみません。抱きしめられて落ち着くってね、なんかある。今日はどうしたんですか。またマッサージをしてもらいたくて。ああ、ヘドバンやってもその後マッサージすればまあ大丈夫かなみたいな感じなんかな。後でちょっとうまいこと手をつければみたいな、ケアすればみたいな。首が痛むんですか。ちょっぴり痛みます。ヘッドバンキングはしてないですよね。すみません。抑えられんのか。ヘッドバンしながらステージを走り回りました。全身やっとんじゃない。首だけじゃなくて全身に負荷かかっとんじゃないそれ。お前何やってるんですか。あらもそういうところが寿命を縮めるんですや。ちょっときつめに言っとく。でもわかりました。ちょうどお客さんもいませんし、マッサージしましょう。ありがとうございます。これ以上ヘドバン続けるようでしたらお尻ペンペンの毛ですよ。すみません。あー、チラッとパンツが見える。短い。いや大丈夫ですよ。でもヘッドバンキングは控えてくださいね。気をつけます。これマッサージされる時もさ、表現する時あるんかな、この子は。はい、わ、曲がロックじゃ。ちゃんとこの子に合わせてか。何気にさ、この子も初めての仰向けパターンやけんな。眠たい。喘ぎ声と言われちゃうと眠たそうな感じの声に聞こえてくるけど、ほやーって眠たそうにしとんの。なんかどうですか、痛いところとかないですか。あ、表現し始めてきた。いい感じだぜ。私もっと激しくてもいいんだぜ。エッチな方向に聞こえねえんだよ、その激しくて。あ、戻った。
多分なんかエクスタシードライブ音楽が流れるって言うんやけど、今回はロックが流れようんだろうな。ヘビメタが頭の中に流れてきようんだろうな。マッサージする相手に合わせて曲変えれるんかみたいな感じになってる。さすが音ゲーか。エクスタシー、誰でもエクスタシーだ。アツシ、ちょっと激しすぎるぜ。これじゃ立てなくなりそうだ。マジか、すごい涙目になってる。こんなロックな顔で。あ、でもマッサージされるだけには戻るんやな、なぜか。ギャップが素晴らしいね、この子。いつもはおどおどしとんのにさ。意外と可愛いパンツ履いてる。アニメの女の子が履いてそうな可愛いパンツ履いてるからな、意外としましま。オーソドックスやな、アニメの女の子としては。あ、まじやな。長押しと一回押すとで、なんかちょいちょい間違えるときやるんやな。すごい気持ちよかったです。また気持ちよくしてほしいです。もうなんかさ、背徳感あるよね、ここまで気持ちいいですとか言われたら。ただマッサージしてるだけですからね、皆さん。今更やけどエッチなことはしてませんからね。痛みはどうですか？少しは和らぎましたか？あれ待て、今回別に首の周りとか全然押してないだろ。いや、首押すんだったらうつ伏せの方が良くねって思うのにさ、いきなり仰向けやし、そっからちょっとおかしいけど、絶対首に関係したところ押してなかっただろ今。はい、ありがとうございます。あれから病院には行きましたか？ もちろんです。ちゃんとアツシ先生の言う通り病院に行きました。そんなレジギなのにヘドバンをしてしまったと。病院の先生もヘドバンはやめなさいって言ってました。でしょうね、それはそうだと思いますよ。でもアツシ先生のマッサージを受けたら大丈夫だと思います。うん、そこまで過信されるも逆にどうかなと思うんやけど、僕のマッサージを気に入ってくれるのは嬉しいですが、どうしてヘッドバンキングをするんですか？それは憧れのミュージシャンがヘッドバンしてて、だからライブの時はメイも真似して。ああ、憧れがあるんじゃ。それで、でも音楽ってさ、というかテンションが上がるとついヘッドバンするようになっちゃって。でも音楽ってさ、十中八九憧れから始まるよよな。10年以上前だったら軽音っていうアニメに憧れてさ、音楽始める人だって多かったはずやし、わざわざベースをさ、右利きなのに左利きを買ったりするんだろうな、そういう人は。なるほど。でもヘッドバンキングを続けていたらいつか大変な怪我をしてしまうかもしれませんよ。それにいくらマッサージを受けたとしても根本的な原因を解決することはできませんからね。気をつけます。それと時間があるときはライブハウスに顔を出そうかなって思ってるんですけど、いいですか？あ、アツシ先生がライブを見に来てくれるんですか？でも前見に行ったときはさ、ランジョランランジョランジョに捕まってしまってさ、全然楽しめんかったけどな。あれ怖いな、行った先でそういうイベント潰しみたいなキャラクターおるよね。その代わりランジョランランジョランジョとの楽しい会話できればいいんやけどさ、あいにく、さあ、借金しとる人とその借金取り立て人との関係っていうのはさ、良好な関係を築けるわけないよな。観客っていうよりヘッドバンキングをしてないか見に行くという感じですけどね。監視。まさかの監視役。じゃあ俺決めたわ。雨宮さんがヘッドバンキングしたら、それ1回つき、雨宮さんのお尻10回叩くわ。そうですよね。おう。雨宮ちゃん、お前のお尻真っ赤に腫れ上がたくしたくなくったらヘッドバンキングを控えろ。言っとくけどな、ズボンとパンツ脱がしてんね、直で殴るからな。
怒ってるわけじゃないんです。ただ僕は雨宮さんのことが心配で、そこは分かってもらえると。アツシ先生、メイもヘドバンしないように気をつけます。気をつけろよ、何回もしよったらほんまにお尻張り上がるぐらい引っ叩くからな。実質今日も一日が終わった。おまごどの、そろそろ寝自宅をするのじゃ。早く寝ないと明日に響くのじゃ。ああ、うん。お店の書類整理をしているところだからさ、もう少したら寝るよ。師匠は先に寝てて。それは急ぎなのかの。急ぎって言うわけじゃないけど、こまめにやっておいた方がいいからさ。うん、そうか。今どれぐらい稼いどんかな。10日経ってしもうだけんさ、それなりの稼ぎがあるってことを知りたいんやけどな。じゃが、ちゃんと休息を取るのじゃぞ。過労で倒れては元も子もないからの。わかってるよ。ありがとう、師匠。あな、何気にこの同居人の猫どもいい感じの関係気づけとんよな。というわけでさ、借金返済まで3分の1が経過しました。そもそも借金がいくらあるか俺は知らされておりません。あと1回あたりマッサージ1人あたりでどれぐらい稼いでるかもしれません。あれ、もう朝か。師匠、朝だよ、起きないと。ああ、何事じゃ。師匠やばい、寝坊した。何じゃ寝坊程度で慌ててもいいことは。ああ、これあれか、朝ごはん抜きのパターンじゃ。前も見たよ、俺イベント。いいわけなかお客さんを待つとするから。しゃあないよ、朝寝坊したんやけん遅刻したらあかんのよ。給料から差し引いられるよ。お客さんを待つとするかの。自営業やけどさ、従業員俺しかおらんけどさ。というわけで午前中か、今回は午前中のパターン。今日は誰だ。指原先生。おっと、予約の針山さんで。こんにちは。いらっしゃいませ。待合室で待っていてもらえますか。すぐにマッサージの準備をしますので。わかりました。よっしゃ、どうかなこの子も。最近の小説の出来というのは。針山さん、準備できましたよ。あれ、あー、使えとんやな、大学の授業といい、小説の執筆といい。待っている間に寝てしまっての、起こすか悩んでいたところじゃ。チャンスではないだろうか。いつも揉みたいけど揉めないみたいなところを揉むチャンスではないだろうか。そうだったんだ。お母さん。ん？ごめんなさい。今のは寝言？うん。さっきからこんな寝言が続いておる。そうなんだ。ねえ師匠、針山さんってお母さんと何かあったのかな。わからん。とりあえず春山が起きるまで待ってやるとしようかな。お母さんのことか。詮索しないようにするんじゃ。そうやな、あんまり深く詮索していいことではないよな。なんだろう、これがもしかしたら体の使いにも響いとるかもしれんしな。体の使いって心の使いから始まるようなもんがあるけんな。わかった。春山さん、おはようございます。あと言っときますと、別に変なことはしてませんよ。すみません、寝ちゃってたみたいで。あの、変なことを言ったりしていませんでしたか。あ、いえ、僕別に変なことしてませんよ。特には言ってませんでしたよ。そうですか。マッサージはどうします。そうでした、今からでも大丈夫ですか。もちろん大丈夫ですよ。それじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いされました。あ、この流れでドリームってタイトルやけんな。なんかちょっと感じるものがあるね。おお、さっきは寝ちゃってて。いや、普通に下着とか見えてもさ、いいんやなって。あ、やばい、
この頃爆乳がようやく仰向けになってさ、この膨らみっていうのを実感しやすい感じになっとる。しっかり疲れを取ってやるのじゃぞ、お孫だな。そうだな、いろんなところを揉んでやるよ。それにしてもやっぱでかいな。こう仰向けになって拡大されてみたらさ、余計そう感じる。下半身、そうじゃ、この子は下半身に疲れが溜まりやすいんだったっけ。え、ちゃうか、ちゃうちゃうちゃう、それは雪城さんやけん。はい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 、ちょっとイージーでもちょっとテンポが速いが単調やけんな。どうですか、痛いところはないですか。淡い色やけどちょっと目立ちやすい黄色いブラジャーが見えてる。これ水かけたらこんな色出てくるんやろうな。でもこの前ピンクじゃなかったっけ。はいはい、スケスキになったことあるよな前回。あれサムネでどっちにするか迷ったけど結構雪女さんにしちゃったんよな。迷った迷った、あれ前回だったっけ、前々回か。まあどっ、トイ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 、はーい、はいっと。もう弓原先生なしじゃダメかも。わあやばい、もう体に任せてやった相手二人目じゃこれで。だんだん俺の虜になってくるんじゃ。リラクゼーション指原がだんだんいかがしいお店になっていく。でも女の子が勝手な力は求められてるからね。体を、体に手をつけられることを求められてるからね。僕は求めるお客さんがいるなら提供する、気持ちさを提供するのがマッサージ師だと思うんですよね。だから俺は彼女たちに求められてやってるんだ。はい、昇天するだろ、骨抜きにされちゃいました。飛ぶだろ、ありがとうございます、これでまた頑張れます。ああ、こういうのが刺激を受けてさ、小説のアイデアがひらめいてくれればすごい俺としてはさ助かるな、助かるっていうかやったかやるなって思うわ。それって小説を書くことですか。はい、指原先生のマッサージを受け始めてから本当に体の調子が良くて。へえ。体の調子が良くなった分精神的に余裕ができたというか。あ、心の方にもいい感じの影響出てきとんじゃ。今なら何でもできちゃいそうって、それこそ本当に夢を叶えられるかもって思えるんですよ。何でもできちゃいそう。裸で渋谷の街を歩くとか。マッサージ屋としては名利につきますが、妙利につきますがかな。でもやっぱり心配ですよ。もちろん春山さんの気持ちもわかります。僕だってそういう時がありましたから。でも春山さんが倒れたら僕がマッサージしたから無理をしたってことになりますから。もう店に来るなとか怒ってるわけじゃないですからね。大丈夫です、指原先生が言いたいことはわかりますから。ありがとうございます、心配してもらえて嬉しいです。でも今は夢に向かって頑張りたいんです。指原先生には迷惑をかけるかもしれませんが。いいんですよ、すいません、なんか僕の方が気遣ってもらっちゃってますね。春山さん、お願いですから無理だけはしないでください。そうですね、無理はしないようにします。こ
その時間は何をして過ごすかよ。よっしゃ、自由行動の日じゃ。この自由行動にこそさ、何か面白いイベントがあると期待しておけんな。どこかに出かけるのか。出かけするぞ。何じゃ、おっと、買い出しで、南雲先生、俺で。何を買ってもらおうかの。行くぜ、南雲先生、お前のところに。あ、見回りかな、また。南雲先生だ。こんばんは、南雲先生。あら、指原さんじゃない。こんばんは。見回りですか。そうなの。昨日ちょっとトラブルがあったみたいで。ああ。でも俺の心もあなたの父揺れが見えて、ちょっとトラブってますけどね。興奮して。今日は少し長めに見て回ることになったの。ああ、お疲れですね。南雲先生を見てると学生時代の僕にもっとちゃんとしろって言いたくなりますね。あら、指原さんは学生時代どんな生徒だったの？いや別に普通の生徒でしたけど。謙遜しなくていいの。そういうところが指原さんの素敵なところよね。そうでしょ、結局普通なのがさ一番ないよ。変に尖っとったりさ、真面目すぎるっていうのはさ、変に尖っとったら確かにやっぱ嫌われるし、真面目すぎるもさ、ちょっと面白くないって思われるのが結局学校生活。やっぱ普通なぐらいがちょうどええんよ。安心したわ。指原さんが不良だったらどうしようって思ってもない。誰もが想像するような不良は今時いませんよ。確かにな。あんなフィクションみたいな不良おったんかな。ボンタンとか言うんだったっけ、そのなんかふくらみが大きいズボンって。あんなさ、今やフィクションの時代で昔そんな人おったんみたいな感じで思うもんな、平成生まれとしては。そうよね。でも反抗的な子は多いのよ。あ、それは反抗期とかあるけんな。そういう子たちにはどう接したらいいのかしらね。いきなり説教するというわけにもいかないじゃない。とりあえず相手の顔を自分の胸にうずくめてよしよしって上がればいいと思うよ。俺だったら一瞬にして昇天するから。それで聞きたいのだけれど。はい。指原さんならどうする。あ、俺、僕なら話を聞いてあげますね。でもそれが一番難しいので。そうよな。まずは生徒さんに寄り添って考えることから始めると思います。つまり説教から始めるのではなく理解からってことですね。生徒を理解する。なるほど、ありがとう。何か見えた気がするわ。そうですか。俺も南雲さんのことを、南雲先生のことを理解したいです。だから測らせてもらってもいいですか。あ、天宮ちゃん、こんばんは。ライブの帰りですか。はい。イベントがチェーンしてるな。終わったところで帰るところです。今度先生のお店に行ってもいいですか。今度っていうか昨日も来たけど。え、それはもちろん。ありがとうございます。いつでも行ってくださいよ。先生のマッサージが楽しみです。もう首周りがさ、してもらいたくて仕方ないんだろお前。してもらいたくて仕方なくてヘッドバンするっていうのはダメやけんなお前。それ本末転倒やけんなお前。ほんまにヘッドバンした回数1回につき落ちてペンペン10回するからなお前。喜んでもらえるなら何よりです。それじゃあ先生、また今度。気をつけて帰ってくださいね。はい。というわけで12日が終了か。まあ俺としてはさ、ヘドバンしたくてもお尻いただきたいけどさ、ちょっとグレーな時ってあると思うよな。体揺れよったらヘドバンしてるように見えるっていうグレーな時あるよな。だけどさ、その首は揺らしてないけど体揺れたけんさ、首揺らしたみたいな感じでさ、おはようございます。ちょっとさ強く言ってみて、今のヘドバン1回ね、だからお尻ペンペン10回するねみたいな。おっと、洋服の針山さん、なんか結構アパート前で会うこと多いんやけど、何なんだろう、顔色悪い。ちょっと寝不足で。あ、でもこれぐらい大丈夫です。おいおい、あれだけ無理しないでくださいねって会話した後にこれか。指原先生も何かに集中していたら
いつの間にか時間が過ぎているっていうことはありませんか？ああ、それはあるな。俺だったらエイペックスかスプラとかやりよったらさ、2時間ぐらい、1時間2時間で終わろうと思ったら4時間5時間やりよるときあるけどな。確かにありますけど、気をつけてくださいね。倒れたりしたら大変ですから。そうですね。でも指原先生も頑張りすぎて倒れないようにしてくださいね。あはは、肝に銘じておきます。これさ、春山さんと一緒に階段とか上り下りしょってさ、こういう階段さ、その時さあっていきなりクラッとなって危ないって言うてさ、春山さんのことさ、とっさに止めようと思ったらさ、両手が胸にボキューってかなるん。あ、指原さん、その胸に手がみたいな感じで、そういうやってほしい。そういうイベントが見たい。僕はお客さんを待つとするかの。よっしゃ、じゃあ今日のお客さんは誰だろうな。来てない人といえば君だと思った。多分そろそろ君が来るんじゃないかなと思っとったわ。こんにちは。なんか疲れてますね。どうしたんですか？ちょっとね、思いっきり走ってみたんだけどさ、やっぱりダメだった。ああ、そのダメだったが心の問題かと思われるんだが、どうなんだろう。ダメと決めつけているのはお主の方じゃと思うがの。ああ。猫助じゃん。よし、こっちにおいで。こら、勝手に触るな。わしはおもちゃじゃないのじゃ。へへへ。まんずらでもないくせに、中身おっさんのくせに。おい、いいのか。JK とかそういう若い女の子に触ってもらう機会、二度とないぞ、お前。猫助って変な顔してるよね。どうせおっさんになったら女の人にさ近づいてももらえんようになるんだろうからな。お前、猫の姿だからこそやぞ、お前それ。お孫だな、助けるのじゃ。羨ましいから助けません。あ、ほらほら、これね、顔引っ張るのはやめーく。これがいいの。やめ、今この声が聞こえないことを恨んだことはない。朝霧さん、次のお客さんの予約もありますし、そろそろマッサージしましょうか。うん、今日もよろしく。はい、よろしく。ニュービギニング。仰向けだ。今日のマッサージも楽しみにしてことは下半身メインやな、やっぱ。え、あー、はい、頑張ります。朝霧もお孫殿に随分素直になったの。確かに、あんだけツンケンしようたのに、普通ねとか悪くないわねみたいな、そんな言い回しだったのに、今はこの笑顔。やっぱりマッサージは人の心を開かせる力がありますね。いいことです。はい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 、あー、はいはいはーい、はい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 、はい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 、はーい、よっよっよっよーい、よっ。あー、ちょっと早すぎてな、話すんだ。どうですか、痛いところはないですか？うん、大丈夫、もっと続けてよ。体、足に問題がないんだったらさ、どういうところでさ心の問題ってことに気づけるかっていうのがすごい気になるところやな、今後。いいんですよ、視聴者さんそこ求めとったところあると思うから。だからわざわざって報道用にもさ倍の音量しとんよ、あいこよ。で、報道用はちょっと音量が小さい気がするけどな。はい、
はい。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 投げー！よいしょー！ちょっとさ、リズムに取るにさ、体を揺らすときがあるよな、俺。多分ライブ 2D でその動きは反映されてたと思うけど。まあ、よかったよ。ごめん、ちょっと休ませて。もうエッチ。もうエッチだよ、この表情が。毎度毎度みんなさ。やっぱりアツシ先生のマッサージはいいね。ああ、もうさ、悪くないとか普通とか言ったがいいねって言ってくれよげんな。ありがとうございます。これで走れるようになったらいいんですけど、マッサージは怪我の根本的なところを治せないのが早がゆいですね。まあね。でもちゃんとマッサージの効果は感じてるから。そうなんですか？うん。気持ちが楽になったっていうか。怪我のことで落ち込むことが少なくなった。ああ、メンタルの方がちょっと健やかになってきてるんやな。調子いいなって思う日が増えたし、それにさ、先生がサポートしてくれるって思うと嬉しいんだ。あ、そういうところでもなんか気持ちよさを感じられるんやな。なんか照れますね。別に、おかしいことを言ってなくない？そうなんですけど、朝霧さんってマッサージを受けても普通としか言わなかったじゃないですか。だからストレートに言われると照れくさくて。そっか。まあ、そのこれからもよろしく先生。いや、こんなクールな子がさ、真面目な眼差しでこっちを見つめてくるっていうやつがまずいいよね。てなって思うわ。こちらこそよろしくお願いします。朝霧さんも何か誤ったことを1回やるためにお尻ペンペン10回とかいうペナルティつけます。さあ今回は昼もお客さんのパターン。はあ、ヘドバン女、今度来てもいいですかみたいなこと言ったけど、もう来てか。今日もテンション高いですね。ヘドバン回数何回ですか？当たり前だろ、今日のライブも最高だったぜ。で、ヘドバン何回やった？とりあえず落ち着いてください。あ、この調子だったら0回には抑えられないパターンやな。落ち着くのは性に合わねえんだよな。今日は結構ノリノリやな。師匠、どうすればいいかな。で、なんで隠れてると？振り回されるからじゃ。そう？わしはテンション上げ上げの目には近づきとうない。落ち着かせるのじゃ。だからどうすればいいのかなって。手でも握ってやったらどうじゃ。こいつ、お孫殿に触れられるとおとなしくなるみたいじゃ。ああ、だからマッサージ中もさ、押し始めたらさ、元に戻るんか。そうかな。でもやってみよう。天海さん、教えてください。いや、本当もショーらしくなっちゃった。普段 S だけど、攻められたら M になっちゃう女の子みたい。本当に落ち着いた。あ、落ち着きましたか？はい、すみません。今日もライブだったって言ってましたけど、まさかヘッドバンキングを？すみません、つい。何回だ何回やった。さあ、お前尻を出せ、尻を出せ。スカートのパンツ脱いで尻を出せ。回数を言え。その回数かける10回俺がお前のお尻引っ叩いてやるから。歯でギターを弾きながらヘドバンします。あ、ダメだ。おい、それもっと体に負担かかるやつじゃ。お前10回じゃダメだ。かける10じゃないな。お前それかける50ぐらいでいくぞ。どうやってするんですかそれ。こうやって。ああ、しなくてもいいです。ほら、マッサージですよね。施術室に行きましょう。あ、はい。ギルティだね。もうこれはギルティだね。もう抑える気ないよね、君って。あ、またヘドバンしちゃって。今日のは
もうヘッドバッキングではないと思いますけど、あとね話させていただきますね。メイのその発想は一体どこから来るものなのじゃ。もう脱がされ待ちやな。スカートのパンツを脱がされるためにこの体勢になってるような感じがするな、俺にとっては。まあ後で引っ叩いてあげるからね。今まさにだ。あ、ようやく首周り押すでないか、お前全然首周り押そんなって思っとったわ。ようやくちゃんとそれっぽいとこ押しとんな。はい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 。どうですか、痛いところではないですか。いい感じだぜ。私もっと激しくてもいいんだぜ。激しく、お尻をヒップタック。アマミヤ、これがええんか。あ、まさにだ。あ、間違えた、話しちゃった。はいはいはいどいどいは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 い。マッサージが間はお尻叩いてやるからな。あ、マミア、ヘドバンするなよ、ヘドバンするなよ、お前。強すぎて飛んじまいそうだ。そうだろ、お尻にも分かせてやるよ。またマッサージだな。ロックに行こうぜ。腰に分かせてやるぜ。ヘドバンをするなよ、ヘドバンをするなよって。はい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 、よいしょ、はいはい、よーはいよーはい。あー、ちょっとミスったことが2カ所ほどあったよな。1カ所か。アツシ先生のマッサージ、すごい気持ちよかったです。またメイを気持ちよくしてください。そうだろ、さりげなくお尻を叩いている時にもちょっとあんあん言ってたな、お前は。戦うのが好きなのか。アマメさん、マッサージ終わりましたよ。わかりました。さっきは聞きそばれましたけど、ヘッドバッキングしたんですよね。ごめんなさい。何回だ。怒ってるわけじゃないんですよ、ただ心配かけるのはダメというわけです。それとペナルティのお尻ペンペンの回数も数えますんで、ヘッドバッキングのしすぎて怪我をしたりしたら、ファンの人やバンドの皆さんだって心配しますからね。それはどうでしょうか。バンドの皆さんは心配していなかったんですか。わかりません、メイはこんな性格ですし。どっちのことを言ってんだ。このおとなしい性格の方を言ってるのか、表現してヒャッハーなってる時の性格のことを言ってるのか。性格って言うとテンション高い時の普段の時のやつ、テンション高い時と普段の時ってことですか。はい、両方。それでも心配するとは思いますよ。そんなことないです、誰もメイのことなんて。
だってバンドの仲間なんだろ。雨宮さん、すみません、帰ります。なんだろう、人間関係にちょっと問題か変えとるようなパターンなんか。バンドのメンバーと何かあったのかな。音楽性の違いとかあるんかな、もしかして。実はみんなロックじゃないこと、ロック以外の音楽したいみたいな。あーっと、南雲先生今日も頑張ってるな。見回り大変やな。問題が起きたって言ったもんな。当分の間はちょっと見回りの時間長くなるんかな。南雲先生、お疲れ様です。指原さん、なんでここに。見つかったら赤ビダイやこと。できれば見つかりたくなかったみたいな反応なんなだ。何やってんだお前は。ほんまに見回りかそれ。なんでって、お店から帰るとき通るので。そうだったのね。何その反応、何その意味ありげな反応。ちょっと体揺れてただけで父揺れやがって。ビニール袋。違うのよ。確かにビールと惣菜を買ったけど、ちゃんと自炊してるの。いや別にいいと思うんですよ、そういうさ、ビールとかお酒好きな女の人って。料理できなくても別に俺はいいと思うんですよ。でもたまには飲みたくなるし、脂っこい惣菜を買って手抜きしたくなるし、そういうことなのよ。いやそういうの別にいいと思うんやけど。お仕事大変でしょ、特に最近は。そういうことで、じゃあね。あ、滑ってこけるパターン、滑ってこけるパターン、なんもないんか。この先生がちょっと慌てふためいたらさ、何かさ、転倒とかそういうラッキースキルがあるかなと思ったけど、今回はないんか。何これって遊園地のチラシ。遊園地行けるの。遊園地って一人で行くもんじゃないよな。誰かと誘って遊園地行けるイベントとかもしかしてある。なんかパワープロとかであるやつやん。彼女できた時のパワープロとかであるやつじゃん、それお前。好感度上がるこういうんでも、もしかして。行くか、遊園地。遊園地に行きたいよ。マジカルラブリーの野田さんみたいに。無論そうじゃ。お前と行くん。俺と女の子の二人で行くけん、お前留守番頼むわ。それはさすがに無理じゃないかな。なぜじゃ、なぜおまこ殿が入れて、わしが入れんのだ。猫だからだよ。だってほら、師匠は猫だし。ただの猫じゃないのじゃ。確かに、まあ、喋る猫なんて普通じゃないけど、あれやな、どっかの美術、どっかの、美術館だったっけ。で、なんか、警備員さんが猫と戦うみたいな、そういう話あったよね。ここにも猫は入園禁止なんて書いておらんぞ。そりゃあ喋る猫がいる前提でチラシ作ったりしないだろうし。ああ言えばこういうお孫殿はわがままじゃ。じゃあお前もお湯かぶっておっさんになって遊園地行けばええよ。いやダメだな。だったら俺とおっさんとかさ、遊園地、二人で遊園地行くことになるけどさ、おっさんズラブになるのダメやんな、それは。わがままなら師匠だと思うけどな。どっちにしてもさ、師匠は入れねえと思うよ。いやだ、わしは遊園地に行きたいのじゃ。ペット同伴って大丈夫なのかな。わかったよ、ちょっと遊園地に猫が入るか聞いてみる。わざわざ聞いてくれるんじゃ優しいな。この時間は何をしてするかの。というわけで今回はここまでとさせていただくよ。ご視聴いただきありがとうございました。次回のパートでは遊園地に行くぞ。でも遊園地に行った先に何かあるんか。やばいな。なんか女の子と一緒に行くとかだったらなんか面白いイベントがありそうなもんやけどさ、一人で行ったらさ、行き先に乱女乱乱女乱女おりそうな気がするんじゃわな。その遊園地からも借金し、借金を貸し取るみたいな感じのパターンあるかもしれんもんな。ややな、遊園地のさ、裏の方でさ、乱女乱乱女乱女にさ、従業員さんが、いつになったら払うんだみたいなこと言われよったら、ややな。どうか、そういうやつじゃなくて、デートイベントであってほしいです。じゃ、みんなおつけ。もっとわしについて知りたいじゃと。
ー